巡行、逆行、巡行、巡行、プログレードモーションとは、惑星が他の惑星と同じ方向に運動している状態を指す。それに対して、逆行、逆行、レトラグレードモーションとは、巡行とは逆の方向に運動している状態を指す。天体の巡行、逆行には、その天体の回転、公転、時点方向自体の正逆に起因するものと、 地球から天体を見た場合に起こる見かけの現象とがある。歴史的には後者の現象を説明するための理論が発展した。本校では逆光についてのみ記述する天体の回転方向に起因する逆光は天体の自転軸や光転軌道に対する運動方向で定義される。天体の光転軌道の北極は右手形で定義される。すなわち、 天体の交点運動の方向に沿って、右手の指を曲げたときに、右手の親指が向く方向を、交点軌道の北と定義する。言い換えれば、交点軌道の北側から、交点面を見ると天体が、半時計回りに交点するように見える。同様に天体の自転軸の北極は、その天体の自転方向に沿うように天体の赤道に、右手の指をかぶせたときに、 親指が向く方向として定義する。自転軸の北側から天体を見ると、半時計回りに自転するように見える。逆行運動を表す際には、数学的に等価な二通りの表現が可能である。すなわち、天体が軌道上を逆行すると考えてもよいし、軌道上を巡行しているが軌道面が裏返しになっていると考えてもよい。例として、 ある惑星の赤道面に対して重度の傾きを持ち、軌道上を周期6時間で逆光交転する衛星を考えると、この衛星の軌道パラメータは以下のように表現できる。前者は軌道傾斜角が90度を超えないような定義を用いた表現であり、後者は光転周期が負の値を取らないような定義を用いた表現となっている。同様に時点の場合も、 自転軸が後転軸に対して重度傾いて逆光自転していると表現しても良いし、自転軸が逆さまになった状態で順光自転していると考えても良い。これら二つの表現のうちどちらを用いるかは任意である。通常は後転周期が常に正になるように、従って逆光運動では軌道傾斜角が90から180度の値を取るように定義されることが多い。 軌道傾斜角を平気しない場合には、天体の逆光運動を示すには周期を負の値で書くしかないため、天体の一覧表などでは、逆光天体の周期を負の値で書く場合が多い。太陽系では、ほとんどの天体が同じ方向で太陽の周囲を交点している。すべての惑星と大部分の小天体は、太陽の北極方向から見て、半時計回りの軌道を持っている。 逆光公転している天体のほとんどは水星で、これらは非常に離心率の大きな軌道を持っている。同様に惑星の衛星の内半径が大きく母惑星に近い軌道を持つものは、ほとんどが母惑星の時点と同じ方向に交転しており、その方向が順行となっている。しかし木星型惑星には軌道傾斜角が大きく自信率の大きな軌道を 高点する変わった小衛星が数多く存在する。これらの衛星は小惑星やエチワースカイパーベルト天体が惑星に捉えられたもと考えられ、その多くが逆光軌道を持っている。2006年現在での補足天体と考えられる衛星の軌道の向きは木星では逆光が48個に対し巡光が7個、土星では 逆光が18個に対して巡航が8個。天皇帽子では逆光が8個に対し巡航が1個である。この種の衛星で最も大きいものの一つが土星の衛星フェーベである。海王星では状況は少し異なっている。海王星の衛星では逆光軌道を持つが軌道要素自体は普通のトリトンのみがエッジワースカイパーベルトから捕捉されて現在まで残っている。 唯一の大きな衛星と見られている。トリトンより外側を交点し、不規則な軌道を持つ衛星が6個あるが、これらは、巡航軌道と逆行軌道が、半数ずつとなっている。これらの衛星のうちいくつかは、補足天体ではなく元々海洋星の衛星で、トリトンの補足によって軌道が乱されたものと、考えられている。地球を含むほとんどの惑星は、順方向に自転している。 つまり、太陽の周囲を公転するのと同じ方向に自転している。言い換えれば、自転の北極と公転の北極が太陽の北極と同じ向きになっている。例外は、金星、天皇星である。天皇星は、公転軌道に対してほぼ横倒しに自転している。これを赤道傾斜角と自転周期で表すと、傾斜角82度で、 自転周期マイナス17時間の逆行時点をしている、もしくは、傾斜角98度で、周期プラス17時間の巡航時点をしている、と表される。現在の推定では、天皇星は、もともとは普通の赤道傾斜角を持ち巡航時点をしていたものが、初期の段階で大規模な天体衝突によって、時点軸が倒されたと考えられているため、後者の表現が用いられることが多い。なお、 天皇星の衛星の交点方向は天皇星本体の時点に対する方向で表され、ため衛星の巡行、逆行の記述は天皇星の時点をどう表現するかにはよらない。一方、逆行時点している金星の場合は赤道傾斜角は3度未満で243日という非常にゆっくりとした時点周期を持つ。金星の場合は地球と比べて 自転軸が逆さになっていると考えるよりはゆっくり、逆行自転しているとした方が考えやすいことや、初期段階での大衝突によって、自転軸にはほとんど影響を与えずに、自転の方向のみが逆転したと考えられている。ことから、ほとんどの場合は、赤道傾斜角177度で、自転周期プラス243日の巡行時点ではなく、傾斜角3度で、 自転周期 -243 日の逆行時点をしていると表される。空の天体を観測すると太陽や月、恒星は地球の時点によって東から西へ動くように見える。これを日周運動と呼ぶ。しかしスペースシャトルや多くの人工衛星などは西から東へ動くように見えるとが多い。これらの人工天体は月と同じ方向に公転しているが、公転速度が 地球の時点よりも早いために、日周運動とは逆方向に動くように見える。火星の衛星ホボスもこれと似た軌道を持つ。火星の表面から見たホボスは、地球から見た月の動きとは逆の方向へ動いていく。ホボスも月も母惑星に対して巡行する衛星だが、月の光転周期が、地球のた日に比べて長い、約1ヶ月のに対して、ホボスの光転周期は、 火星の1日に比べて短いためにこのように見える。地球の周囲を公転する人工衛星には逆光軌道を持つ衛星も少ないながら存在し、これらの衛星は地上から見ると逆説的だが月と同じ方向、すなわち東から西へと動くように見える。地球から見ると外惑星、火星、木星、土星、天皇星、海王星は空を移動しながら、 定期的に移動方向を変えるように見える。ある日、トヨでの運動を見ると、すべての恒星と惑星は、地球の時点に応じて東から西へと動くが、一般に、惑星は恒星に対してゆっくりと東へ移動している。この運動方向が、惑星にとっての順方向であり、見かけ上の順行運動とみなせる。しかし、地球は、外惑星に比べて短い周期で一交点するため、 地球上の我々は、複数車線の高速道路を走る速い車のように、定期的に外惑星を追い越すことになる。このような追い越しが起こると、追い越される外惑星は東へ動く巡航運動を止め、続けて西へと後戻りするように見える。その後、地球が好転を進めて、惑星を追い越し去ると、外惑星は再び西から東への巡航運動を再開するように見える。 火星はこの見かけの逆行を約25.7ヶ月ごとに行う。火星より外側の惑星はより頻繁に逆行を行う。この逆行が起こる周期をその惑星の介合周期と呼ぶ。この見かけの逆行運動は古代の天文学者を悩ませ、このことがプラネットという名前の由来の一つとなっている。プラネットはギリシャ語でさまようものを意味する語から来ている。 天動説の太陽系モデルでは、惑星の見かけの逆光運動は、惑星が終点円と樹円と呼ばれる円の上を運動するためであると説明された。その後コペルニクスらにより、地動説が再発見されるまで、逆光が見かけの運動であるとは考えられなかった。古代中国、漢の時代の天文学者は、惑星の逆光が規則的に起きることに気づいていたが、 正常な運行とは認めず、災いを示す異変とみなした。彼らは、古の天下太平な世に逆行はなかったのに、平乱が相次ぐ時代に入って逆光が当たり前のようになったと考えていた。太陽系での主な逆行運動の例を一家に挙げる。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。